女の人が多いですね。旦那さんが初めてで、そのまんまっていう人もいます。そう思ってんでしょう。<laughs> 皆様こんにちは。こんにちは。一言。ジョ55からのハッピーライフっていうことで、55からのハッピーライフ。 今日の動画は早速なんですけれどもこの間の動画でジョーが男の気持ちもちょっとは分かってくれよみたいなねで男の気持ちについて寄り添いたいと思ったので私ちょっといろいろリサーチいたしましたん<ー>、ねで。そしたらまずボンって最初に出てきたのが <laughs>。 それは私初めて見たんで、わ、すごいなと思って、奥さんがあのトロフィーバイフと言われている、もうすごい若いモデルになった人でね、でそういうのがいきなり出ちゃって、で、ジョーはちょっと違うでしょみたいな。ん何が <laughs> あの写真 <laughs>。でそれでまあそうやってリサーチしててもう一つまた見つけたんですね日本人の男性で。で今日はそれを見ながらまたちょっと常にいろいろと男の男心という誰にも言えない胸の内などを探りたいと思いました。う<ー>ん。よろしいですかお好きに。これです。50代独身孤独おじさんの政治情。んだこれ、はい AI 対象は男性ですか同性ですか部みたい。民 <laughs> 族には行きますか？行ったことがないんだって。そんなこの方、極めて普通だよね。まともというか。かそうでもないなじ、うん、みすぎるからな。素晴らしい回答ですね。これには行きますか <laughs> 高いいいお綺麗だね。知ってるどこか。大体、うん、分かりました、この人の。うん、で、ちょっと待って。で、まあね、おいしいものを食べ。自分で作って。自分作ってあ、美味しそう。魚肉ソーセージってちょっと、うん、食欲に変わって。食欲に変わってしまったそうですね。 性欲が。っていうことで、この方は結構すごい登録者も多いし、この動画自体もいっぱいね、見られてるっていうことで、これは一つの例にしか過ぎませんよ。男の人の気持ち、特に日本人のね、人の、まあ50代の人、こういう方もいるっていう例として、ちょっと一番最初に今日はちょっと動画について語りたいと思いました。まず、ジョーさん、どう思いましたか真面目な方ですね。うん。非常に。うん。という印象を受けましたよ、ね。それだけ。 <laughs> それだけこれだから見つけたのは、性欲ってタイトルに政治上って書いてあったから、おなんか語ってるのかなと思ったら、 そういうわけでもなくって、まあこの人は幸せな方だと思うんだけど、まあ犬もいて仕事もあってお料理もね、まあ男のお料理だとは思ったけれども満足して美味しいっていうか幸せっていう。でコメントのねところにも書いてあったんだけど、それが幸せなんじゃないですかみたいなさ、結構肯定してるコメントとかあって、まあ私もそうは思ったんだけど、 いいですか私の感想を言って感想と質問もあるんですけどこの人独身のおじさんって言ってるけど独身って言ってるからって彼女がいないわけじゃないよね。 彼女がいるかもしれないけど結婚はしてないっていうそういうだけかもしれないなってまずこのねタイトルを見て思いました <laughs> もちろん動画のテーマで孤独な独身男ってなってるから彼女とかの話はしてないと思うけどこの人彼女いるかもしれないなってまずそこで思ったのとさあその辺が日本語だとすごくごまかしやすいっていうのがあるなって思うでそれと あと、本当にこれでいいのって聞きたいです。女性は結構そう話するし、ブログとかやってた時にも結構いろんな人とかから、 相談とかされて、いろいろそういうことを、あの話を聞いてた時もあるんですけど、その時にみんなが言うのは、すごく抑えてんですよね。やっぱり日本の女性とか気持ちを。でも、これでいいんだっていうか、これで幸せなんだっていうふうに思い込もうとしてる人がすごくあって、中には、でもそれでも5年ぶり、10年ぶりに夫に触れられた時には涙が出ましたとか、なんか、あ、やっぱり私は諦めた ないっていう思いがバッとその時に出てきましたとかねそういうこと言う人も多いわけですよだからそれがこの男性もこれでいいんだって言ってるけどいいんだと言ってないよえこれで幸せなのかなって いや幸せだって、これは私の今の生活がいいですと言ってないし、うん、ただ今、ね、今はこういう状況ですと言ってるわけじゃん。うん、でもなんかすごくこう気持ちを抑えてるっていうところがあるじゃないかなと思うんですよ。で、男性ためそういうことも言わないじゃん。男性って言ってもそういうことじゃなくて、うん、この人は、うん、だから最初に言った通り真面目なんですよ。 非常に、おそらく人生で、その大きな賭けもしないし、してきてないだろうし、健全に生きてきた人だと思うんです。それがいいとか悪いとかじゃなくてね。いやでも、YouTube すごい頑張ってるから、すごく<や>。それ、お金はこれでさ、ある程度。おおお それでね、もう一つ、これはちょっと男性の気持ちっていうか、体のことがよくわからないっていうか、まあよく言われてるのは、女性は愛ありきでセックスする。まあそうじゃない人も中にはいるけど、大体が愛があって、愛を感じるためにするのがセックスだということでしょでも男性は体の、女性、男性はとたらない方がいいですよ。うん、そ人それぞれ。まあ人それぞれだけれども、で、だからこそ、でもほら男性は昔の考え方だけれども、 性をしないきゃいけないいけ抜かなきゃいけないとかさそれでだからこそ風俗とかが男性用のがいっぱいあってで女性の風俗とかがいまいち盛り上がってないのはやっぱりさ中にはそういう肉食系の女性もいるけどやっぱり所詮は女性は愛されてなんぼみたいなところでセックスをしてるからただ単に体だけの快楽を求めていく人があまり少ないっていうことじゃないかなと思うのね。今時代変わってきててきききるるじじゃなないでですか男と同じように体験が そ<で>そうそう,そう割り切っっててああれがよく入ってたたで、ね、まあ、もちろんねなんかそれは私はいいことだと思ってるし女性の場所あって、まあ、昔の男はそっくり行くみたいに、うん、まあそういうアプリでねそういう相手を見つけてまあそこだけの関係っていうのを持ってる人も多いですしそれもそれはそれで否定しないしいいなとは思うんですけど例えばこの方がじゃあねそういうマスターベーションをやって で満足してるとするでしょ。日々でずっとそうだとするでしょで。それでも男性は満足できるわけ。 満足っていうか別に大丈夫ですよ。大丈夫なのだから、ああやいないやついるわけですよ。ずっといないやつとか。うん、ねそいつは、じゃプロのとこ行ってんのか行ってないわけですよ。まあ、行ってた時もあるけどって言ってたけど、じゃ今直してるの。全然健全なわけですよ。健康問題ないのに。そういうことでしょ。で、どうしようも我慢のいけなくなったら多分、そういうプロのとこ、うん、私の友達だね。昔、そくもう1000人も2000人も相手にっていう人が、すごいかっこいいイケメンが友達にいたんですけれども、まあ、今でも友達なんですけど、 その人はでももう今そういうのはしてませんよ奥さんもいるしだけどあのアメリカ人だけどねだけどさ彼が言ってたのは若い時はそりゃね数こなしてなんか数で勝負してたところはあるんだけどやっぱりだんだん虚しくなってくるとでやっぱり男の人でもまあ、彼はねそういうスポーツとしてのセックスじゃなくて本当に愛する人とのセックスを極めるっていうことにある時から切り替えたわけよ で、それで本当の快楽を得たみたいなさ、ことを言ってたことがあるんだけど、そういうことってさ、モテる男はそれができるのよ。うん、その一歩上のところ欲しくなるんですよ。うん、で、そういうのを味わうと、うん、ああ、これが本当のセックスなのかなとかね、思うやつもいるわけです。そこに到達しないやつも。 いつまで経っても一生やれりゃいいと。綺麗な方がいい、若い方がいい。っていう風になってる男もいるわけです。それ人それぞれなんだけど。一、うん、人数がない人いるじゃないですか。お互い初めて巻いてて、それでずっとって。まあ、これはこれでまた幸せなんですよ。それしか知らないから。女の人が多いですね。旦那さんが初めてで、そのまんまっていう人もいます。そう思ってんでしょう。どこを目指すのかは人それぞれで違ってくるんで。個人個人でみんな違うんで、話聞くと。うん。だから、そこはね、 自分で判断して、自分で決めて進むべきだと僕は思っています。男も女もね。